エミール・ブライト・クロイツはアメリカ合衆国の陸上競技選手である。彼は1904年に開催されたセントルイスオリンピックに出場して800メートル競争で銅メダルを獲得した。エミール・ブライト・クロイツは南カリフォルニア大学工学部に在学中の1904年にセントルイスオリンピックに参加した。彼は南カリフォルニア大学出身の運動選手で最初に オリンピックに出場した選手である。セントルイスオリンピックの800メートル競争は1904年9月1日に決勝レースのみで実施された。レースはアメリカ代表のジムライトボディがオリンピック新記録で優勝した。ブライトクロイツはやはりアメリカ代表のハワード・バレンタインに次いで3位でゴールし表彰台をアメリカ勢が独占する結果となった。 ブライト・クロイツは1906年に大学を卒業した。彼は1907年に南カリフォルニア大学バスケットボールチームの初代ヘッドコーチに就任している。また、アマチュア運動連合では陸上競技関連の役員やバレーボール委員会の議長として積極的に活動した。アスレチックス・アット・ザ・1904ストリート・ルイス・サマー・ゲームズ。 メンズ8 0 0ズ2 0 1 5年6月28日、閲覧。ヒストリー、ザエラオブザ・ファウンダーズ・アーカイブ2006年8月13日、ウェイバックマシン南カリフォルニア大学ウェブサイト、2010年4月2日、閲覧。ありがとうございます。